皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ドッキンドッキンコマニャンです。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで本日はもう過去最大の大仕事に今から行ってまいりたいと思います。朝早いって言っても8時半なんだけど、今その日に起きることなんて今ないからさ。実はですね、今回に出演させていただくことになりました。事件、普通に事件です。なので、これから収録に TBS に行ってくるんですけども、もしうまく収録がいかなかったら、この動画はボツになるかもしれないんですけども、今とりあえず今めっちゃ緊張してるのね。本当にめっちゃ緊張してるから、もう過去最大に緊張してるの。今まで地上波に出たことあるって言っても、本当にもうちょいちょいみたいな感じだったんだけど、今回はガチで私がメインだから、もうちょっとビビってますっていう感じで、行っていきたいと思います。衣装は、あっちの現場についてくださいと思うので、よろしくお願いしますね。やばい、緊張してきた。どうするってよ。やばい。これさ、衣装ですかみたいな。これ私服なのが一番怖いです。私はおかしい。ちょっと印象残そうとするな、テレビ局に。おかしいだろって。行ってくるね。はい、ということで帰ってきました。本当にね、芸能人の人ってすごいと思いました。あ、これプロにやっていただいたメイクなんですけど、すごくない？髪の毛もちゃんとしていて、ねえ、アイラインとかすごい。なんでこんなうまく描けんのっていう感じで、お肌綺麗と褒めていただいてすごく嬉しかったです。でも本当にめちゃくちゃ収録楽しかったのね。てかもうこの番組を見てくださった方、皆さんに本当にありがとうと伝えたいし、マーチングを取り上げようと思ってくれた皆さんにも本当にお礼が言いたいし、もっともっとこれで M 教のね良さとかが世間に広まってくれたらすごい嬉しいなと私は思ってるし、そのために活動をしてきたなと思っているので、もちろん私は SNS を始めた理由は有名になりたいっていうのが一番最初にあったのも事実なのね。だし、そのタレントになりたいって言ってテレビに出たいと思って始めたんだけど、でもやっぱりやっていくうちに見てくれる人が増えて、それで、まあ、正直ね、長かったですよ。高校卒業してすぐぐらいから始めてるので、私5年ぐらいやってるので長かったですけど、まあ本当にここからは私の言葉になるんですけど、やっと届いたなというか、すごく本当に嬉しい。あるあるとかやってきて、時にはね、事務所の人とかからもう言われたりとか、もう吹奏楽あるあるだけじゃん、もうちょっと厳しいんじゃないみたいな、もうちょっと違うネタ考えたらとかさ、いろいろ言われてたわけですよ。まあでも正直それも大事だと思ってたし、私もそれで悩んだこともあったし、いろいろ試してみたこともあったんだけど、やっぱり吹奏楽が好きなので、本当にこういう機会を与えていただいてすごく嬉しいなと思ったし、お話しさせていただく中に私の名前が上がったこともすごい嬉しいですね。本当にそれは一人で成し遂げられなかったことで、今見てくださってる皆さんがいたから叶えられた今回の出演だったと思います。てかそうです、思うじゃなくて確実にそうです。私もこの吹奏楽がもっとメジャーなものになっていけるように頑張っていきたいなと思っているし、もっともっと動画作りを頑張っていきたいし、吹奏楽以外の一面とかももうちょっと見せられたらいいなと今回の収録ですごく思ったので、もっともっと自分を好きになってもらえるように、私の動画ももちろんだけど、コバニャンという人を好きになってもらえるように頑張ろうっていうふうに思いました。はい、疲れた。なんかさ、まずね、このイヤリングさ、メイクしてる時に外したわけ。したらこれつけて出るの忘れちゃって、オンエア見てくれたら分かると思うんだけど、私これついてなくて、せっかく可愛いの買ったのに、まあその他がちょっとインパクトありすぎたんで逆に良かったかもしれないんですけどね。なんかこのさ、衣装さ、これリボンなんですね。ここが実はリボンなんですけど、なんか私着替える時にここ破っちゃってさ、本当はこうなってるのが正解なんだけどさ、こうなっちゃうっていうどうでもいい話でした。めちゃくちゃいい人で、本当にもう私も喋るの下手だったんですけど、その下手な喋りとかもゆっくりでいいよとか言ってくださったりとかして、大御所な方ってすごいなと思いましたし、めちゃめちゃ助けられましたし、まあそんなのさ絶対緊張するじゃん。隣でさ一人喋るんだよ、絶対緊張するけど、そんなのをなんか緊張させないようにすごく和むようにお話ししてくれたりとかあれもしかしてこれチェックインのチャンネルってぐらい共演者が飛び交ったりとかしたので、楽しかった収録です。で、私もね、もちろんまだまだ博士ではないので勉強途中なこともあるし、私が言ってることが全てではないので、もちろん間違ってるって言ったらそれ違くないとか思うことがもしかしたらあるかもしれないし、私の動画の中でもそうですけど、だから私ももっともっと、もう生きてるうちは勉強だなって言葉が本当にその通りだなと思うんですけど、もっともっとね、マーチングとか、まあ、吹奏楽に触れていきたいなとより一層思いました。はい、っていう感じですかね。でも本当にすごかった。まずね、なんか何か喋っていいか分かんないんだけど、私はマーチング歴が一番長いので、マーチングのことをお話しできたのすごい嬉しいし、私一般団体で今年、まあ、来年はちょっとやるか分からないんですけど、中学校の OB バ
バンドが結成されたので1期生としてそこで大会に参加させていただくことになったので、本当にあのタイミングよく参加させていただくことになりましたので、頑張っていきたいと思いますというか、これを機にいろんなお仕事をいただけたらすごく嬉しいなと思いますので、もうどしどしお仕事依頼ください。もう何でもやります、あの本当に何でもやるので、まあ寝ること以外だったらとバンジージャンプはちょっと厳しくて、そういう系以外だったら基本何でもって感じなので、何でもやります、本当に何でもやるのでぜひお願いします。はい、本当に脳内二高さんの演奏を生でこう見させていただいて、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ本当にすごかった。本当に嘘偽りなしに脳内二高さんのファンなんですよね。だからさ、本当に今回ご出演一緒にできたのもすごい嬉しかったし、生のパフォーマンスをこうやって見れたのもすごい嬉しかったし、何よりこのなんか脳内二高さんが本当に皆さん素晴らしい演奏演技で、やっぱりすごいわ全国金賞。私の一押しバンドは脳内二高なので、昔から番組中も何回も言ってたけど、ガードがとにかく好きで、その脳内二高さんのガードの講師をやってる先生が私の高校も中学の時も講師をやってる先生だったんですよね。今回あのスタジオに来てらっしゃって初めてお話ししました。あの現役時代多分私のことなんて知らないじゃないってぐらいだったんですけど、初めてお話ししてご挨拶もしてあの来てくださって、こんな再会の仕方もあるんだというか、正直言うと結構怖めの先生だったのね。でも大人になってこう話すと、生徒と先生という立場じゃなくなった時に話してみると、普通にもうなんていうか、まあ、これはいい意味でだよ、いい意味で普通のおばさんだったのね。でもすごくなんか安心した、今日は食べれないなとか、そんな優しい先生見たことあらへんねって思ったけど、もう本当に嬉しかったですし、もう本当にこうやって自分の活動を通して自分の力で初めて地上波に出れたのはすごく嬉しいなと思います。もう言葉があんまり上手に話せないんですけど、本当に疲れた、疲れました、とろけてうまかったなーっていう話でした。はい、全国金賞、全国金賞って言い続けてお仕事されました、ありがとうございますということで、皆さん本当にありがとうございました。放送を見てくださった皆さんも、まだ見てない皆さんもぜひどっかで見れると思うので、よかったらあのぜひ見ていただけたらなと思いますし、もっともっとこのマーチング業界、吹奏楽業界が盛り上がっていく一つのトリガーになればいいなと思っていますので、ぜひコバニャンチャンネルの応援もよろしくお願いいたします。そしてお仕事依頼待ってます。あとうちで撮影していいよみたいな吹奏楽部マーチングの学校とかありましたら、ぜひぜひ、私がレッスンするって何様って感じなんだけど、私がちょっといろいろレッスンとかする代わりに動画を回させていただくとか、そういったことも今後していけたらなと思うので、ぜひご連絡ください、よろしくお願いしますっていう感じですかね。それでは皆さん、放送と本日も動画を見てくれてありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、お褒めのコメントお待ちしております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。